冨安が練習復帰するも現地で驚きの批判勃発。国際試合中断の6日前に今シーズン初のトレーニングセッションを実施した冨安。冨安は代表休暇に間に合うように復帰した彼がどんな人かは分かっている。冨安は日本代表のことが好きすぎるんだ。そして復帰したと思えば再び離脱して帰ってくるんだ。冨安は怪我から復帰するたびに髪の色が違うと断言できる。トミーインターナショナルブレイクが近づくたびに病室から飛び出す言われて、前科多数なのでそうネタにされても仕方ないな。早速アルテタにマンツーマン指導されてるんだ。アルテタトミのこと好きすぎだろ。万全の冨安ならティアニーやカラフィオーリ以上の選手だから、冨安は逆に今の二人がいようが今井がフルで出ることは難しい前提に立つなら、残留はありだね。冨安が素晴らしい選手であることはみんな知っているはずだが、今季の離脱数によってはアルテタは見放す。さすがに伊藤と冨安の招集は見送るでしょ。両選手ともクラブでのポジション争いがあるし、本人たちの意向で年内の招集をするか見送るかの判断をしてもいいと思う。もう離脱しないでくれ。